それでは、シンファニーのメンバー紹介を、したいと思います。このメンバーは、どうやって集まったかというと、ですね、ちょっとペースが乱れてしまうやばいおですね、インターネットの掲示板ですね、掲示板、バンドメンバー募集とかそういった掲示板とかでですね、集まったんで、もともとは全然面識もなく、全然、要は知らない人だったので、結構初対面の時は結構緊張したんですけれども、ドラムのサソピョン、いますね。普段はお酒飲めないらしいんですけど、一緒に飲みに、初対面の時に行ったんですけど、入った人です。はい、サソピョン、パチパチパチ今日はお父さんお母さんが、いらっしゃってるんで、僕はあんまりいじめられないのがちょっと残念ですそして、キーボードマミちゃんです。彼女はですね、最初入った時に、なんと16歳で、メール見て、16歳大丈夫かな、やばいよなとか思いつつ、でも若い人がいてもいいかなと思って、待ち合わせ場所に行ってたんですけど、その当時の16歳っていうと、ガングロギャル真っ最中というか全盛期で、もしガングロギャルだったらどうしようみたいなのがすごい不安で不安で、行ってみたら普通の方だったんで、ほってしました。はい、普通の方で、お母さんも来ていらっしゃる。あんまり本当に余計なことは言わないと楽しくやらせていただいてます。はい、そして、もう一人、中山ちゃん、キーボードです。はい、最近のということで、びっくりした、ちょっと中山ちゃんでした。パチパチパチ次に阿部さんですね、サックス阿部さん。彼は最初入った時はやっぱり経験が割と浅かったんですけれども、持ち前のこの社交的な性格と積極的なあれを、何ですかね、こう姿勢を生かして、どんどんみんなのレベルに追いついてきて、今ではもうシンパニーになくてはならないサックスとして君臨しております。はい、次に原田さんですね。はい、なんか似合わず最近テニスを始めたそうで似合わない、このベースをラケットに持ち帰って、何人も何個かとね、そうそんなことはないですけどね、あんまり悪いことはしないようにお願いしますはい、じゃあ、次ですね、南光雪さんです。植木さんです、素晴らしいギターを皆さん聴いていただいていると思いますけど、あまり続くと後でいじめられるので、このぐらいにしておきますけど、で最後に私、今日が31回目の誕生日でございます、本村です。ありがとうございます。思春期の頃なんてとんでもなくてですね、思春期に変わったのは、トイレがボットンから水洗に変わったぐらいで、思春期にボットンから水洗に変わる、水を流していた汚れもないのに、それでは最後のライブということで、しんみりになるのはちょっとまだ早いんで、比較的メジャーな曲を2曲続けて、お聴きいただきたいと思います。